七ズンレコードマスターカスタム V2 ブラッキーフライバッククロノグラフ。今回ご紹介するのはコレクター垂涎モデル七ズンのレコードマスターカスタム V2 です。レコードマスターの製造期間5年間の間に少量生産された七ズンの歴代希少モデルに入る新品です。カスタム V2 ならではのオリジナリティあふれる独特なデザインにフライバック機能を搭載した本格クロノです。文字盤はインナーベゼルが備わったブラックカラー、バーインデックスとペンシルハンドの組み合わせ、4/12/8表示、イエローサークルとレッドのクロノバリがアクセントとなる精悍な風貌です。厚みのあるラウンドケースは黒色ハーダーマイト処理という特殊加工された軽合金、裏蓋は SS スクリューバックです。専用のブレスを装着したデザイン性、実用性に優れた七ズンの一品。市場に出ることのない希少なアンティークの魅力が詰まった一本です。七ズンはものづくり精神を発揮し、揺るぎなき日本品質を追求、歴史に名を刻み続ける信頼ある国内メーカーとして愛され続けています。操作方法、右サイドにあるつまみがリュースで、そのままのポジションで手巻きができます。手巻き時計ですので、毎日リュースでゼンマイを巻き上げてご使用ください。できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リュースは右回し、時計回りに指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。リュースを引いて回すと時刻調整ができます。秒針はありません。デイトは針を回して調整します。クロノの操作は右上のプッシャーがスタートストップ、下がリセット、再スタートです。10/1のつまみを回すとインナーベゼルが回転します。クロノプッシャーは上下長さが違うようです。この時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。